地元茨城河野道隆選手です。二連勝で決勝戦に勝ち上がりましたね。はい、ありがとうございます。ご自身の調子はいかがでしょう。そうですね。まあ、一着一着で来れているんで、調子はいいと思います。決勝戦はどのように戦いますか。はい、えー、東でまとまって、僕はあの東北の三番手に、はい、行かせてもらいます。今回は師匠と一緒に決勝戦ですね。そうですね。それを目標に、はい、来たので、はい、とりあえず、クリアできてよかったです。 では最後に決勝戦の意気込みをお願いします。はい、えー、明日東北三番手から師匠と二人、ワンツ決められるように頑張ります。応援よろしくお願いします。